西岡さんはどうにもならない思いに駆られてやらずにはいられないことってありますか？そうだな、飲み会があるとなればいい店はないか調べずにはいられないな。ただ値段と味をチェックするだけじゃダメだぞ。店の雰囲気、その集まりの趣旨にふさわしいかどうか、いざ飲み会が始まれば料理は足りているか、みんなが楽しめているか気になるし、空いてる皿があれば下げてもらい、空いてるグラスがあればおかわりをもらう、全員が参加できるような話しやすい話題を振り、それでもいまいち盛り上がれない人のためにゲームの 2,3 も用意しておく。西岡さんっていい人ですね。次回、船を編む、共振。